釣り吉三平英は、矢口孝夫による日本の漫画。また、それを原作としたアニメ作品。1973年から10年間、週刊少年マガジンに連載され、当時の看板作品の一つであるとともに、自然派漫画の代表的存在であった。週刊少年マガジンでは長編を、月刊少年マガジンでは短編を同時連載していた。続編や、 単発の読み切り作品もたびたび発表されている。2020年10月時点で単行本の累計発行部数は5000万部を記録している。矢口孝夫一人による描き下ろし、パーソナルマガジンの看板作品として、平成版、釣り吉三平が連載されていた。2009年3月20日に、東映配給、滝田洋二郎監督による実写映画が日本で公開された。 魚釣りが大好きな釣り基地少年三平が日本中、世界中の様々な魚釣りに挑戦する釣り漫画である。矢口孝夫の代表作となっている。韓国、台湾、イタリアでも出版され、特にイタリア語ではオリジナルソングも作られた。現地のタイトル名は三平。伝説の魚、幻の怪魚も登場するが、作者自身が 幼少の頃からの釣り好きであるため、現実に存在し、作品に登場する魚についてはほとんど全てを、実際に作者自身が釣っており、写実的な釣りの描写に特徴がある。同様に作中に登場する釣りスポットの多くは実在するが、一部は架空の場所の場合もある。川釣りでは昔ながらのヘラブナ釣り、渓流釣り、作品では日本で珍しかった西洋式、 フライフィッシングなど、海釣りでは、磯釣りから、ブルーマーリンまであらゆるものを釣り上げる。時には海外まで出張し、初挑戦の三平がその釣りを体験していくのに、合わせて、技術的な説明が随所に加えられるため、釣りの疑似体験、あるいは入門書としても通用する。さらに、釣りに関する話題のみならず、漁や狩猟、自然環境問題がテーマとなる回もある。 釣り基地という題名の中にある、基地という言葉が、地街を短くしたものという意味もあり、現在では、差別用語、放送禁止用語とされている傾向から、一時期言葉狩りの対象となった。主人公の名前、三平三平は、聖の三平は、大マイオリオンズの三平春樹、名の三平は、漫画家の白土三平から、坂神の名前は、銀行員時代に作者が知り合った。 釣り雑誌のライターでもある釣り師、加藤雄信から撮っている。パーソナルマガジン、釣り基地、三平、平成版、ボリューム1収録の談話記事によると、昭和時代の三平を終わらせた理由として、他のテーマの漫画を描いておきたいということで、封印したとのこと。終了後もファンからのアンコールが多く、2000年の漫画家生活30周年パーティーの際に、祝福として受けた。 もう一度、三平君に会いたいね。との多くの言葉に、描く前と意地を張っていた心を揺り動かされた作者は、平成版、釣り吉三平として再始動させている。ただし、成長した三平のその後が見たいとの声に対しては、サラリーマンにでもなって、誰かと結婚し、仕事と家庭の狭間で揺れながら釣りをする三平君を見たいですかとして、平成版でも三平は、 昭和版同様の少年としてそのまま登場している。龍卓勝美の作画によるバーサス魚新さん。釣吉三平外伝はがイブニング2018年15から2020年15号まで連載された。本編より数年後、三平との同居を終えて、実家の企業を鮎川の顧問弁護士として多忙な日々を送る鮎川をんと、彼に VS 坂田新さん。 と銘打った釣り対決の企画を持ちかける釣り雑誌、月刊アングラーの新人編集者、川島大吾を主人公とするスピンオフ作品である。魚神の対戦相手として、実在の釣り名人が登場している。最終話のラストは、成長した三平が登場して、魚神と釣り対決を行うシーンで締めくくられている。 1980年4月7日から1982年6月28日までフジテレビ系にてテレビアニメが放送された。制作は日本アニメーション全109話。放送時間などの関係で内容の短縮や登場人物が異なる場合もあるが、基本的には原作を忠実にアニメ化している。ただし、湖の殺し屋ブラックバスや若ギの氷結釣りなど、 原作から大幅に脚色が加えられたエピソードや、週のおとりあゆのように2つのエピソードを融合したものもある。2009年1月より、テレビ東京にて実写版映画公開記念として、火曜深夜25時30分から傑作戦が放送された。放送順は、順不動で映画宣伝情報をインサートするためエンディングはカットされている。 出展は個別に提示されているものを除き、武器のものを使用する。OVA、漫画ビデオシリーズ釣り基地三平が2001年4月6日に、マクセル E キューブより発売された。VHS でのみ発売されている。監督は、池上和よ。漫画ビデオシリーズは、厳密には OVA でなく、漫画の画像に音声と演出を加えたものである。2008年、東映による、 実写映画の制作が発表され、同年7月より、秋田県横手市、湯沢市、小月郡東成瀬村、ゆり本城市において、ロケ撮影が開始され、9月下旬にクランクアップした。日本では2009年3月20日に公開された、本作の初の実写作品である。監督の滝田洋二郎は、本作の公開直前に前作、 送り人がアカデミー賞外国語映画賞を受賞し、図らずも本作がアカデミー受賞後に公開する最初の監督作品となった。東映はアカデミー効果を受け、第62回カンヌ映画祭にて釣り基地を上映し、また多数の国へ配給する計画を発表している。米国で活躍するバス釣りのプロ、アユカワウはスランプに陥り、日本に一時帰国していた。 全国を巡る釣りアンギャの道中、秋田県のある川で行われたア釣り大会で圧倒的な成績を収めた三平、一平たちを見て声をかける。三人はすぐに意気投合し、相川は三平家に宿を取る。その際に夜泣き谷の怪物と呼ばれる海魚の話が持ち上がる。相川が一時帰国したのは、その怪物の伝説を確かめるためでもあった。 東京から急に帰省してきた三平の姉、愛子も交えて、一行は伝説を確かめるために、夜泣き谷へと向かう。詳細なデータはテンプレートを参照。釣り吉三平号実写映画版のポスター vs 魚、新さんに関するカテゴリー。ありがとうございます。